ナンバーアンダーラインアイエムステで禁断のパフォーマンス。新曲、ボンの意味深タイトルにファン騒然。その真相とはナンバーアンダーラインアイ新曲、ボンで日本の伝統文化と融合。盆栽盆踊りその謎に迫る。ナンバーアンダーラインアイ旋風が再び吹き荒れる。5月17日。 金曜日のミュージックステーションで、待望の新曲、ボン、を初披露するというニュースが駆け巡り、ファンは歓喜に湧いている。彼らの勢いはとどまるところを知らず、デビュー以来、その圧倒的なパフォーマンスと魅力で瞬く間に日本のエンターテイメント界を席巻してきた。そして今回、再びエムステの舞台に立つ彼らの姿に、熱い視線が注がれている。ボン、 という謎めいたタイトル。それは Beginning of Next の略語であり、次の始まりを予感させる。一体どんな世界観が繰り広げられるのか、ファンの間では様々な憶測が飛び交っている。盆栽それとも盆踊りと、その意味を探る声も上がる中、真相は未だベールに包まれている。しかし、一つだけ確かなことは、 ナンバーアンダーラインアイが新たな挑戦に踏み出すということ。彼らの進化し続ける姿に期待は高まるばかりだ。ナンバーアンダーラインアイの魅力といえば、高い歌唱力とダンススキル、そして圧倒的なビジュアル。特に平野翔さん、神宮寺優太さんのビジュアルの良さは周知の事実であり、光り輝いているエロ切ない世界観が表現されるのか。 早くもファンの間では期待の声が溢れている。彼らのパフォーマンスは見るものを瞬時に魅了する力がある。その一挙手一投足に目を奪われ、彼らの世界に引き込まれていく。そして、ボンは6月19日に発売されるミニアルバム、ノー・オー・リングからの先行披露となる。アルバム発売前にパフォーマンスが見られるというサプライズにファンは感激している。 彼らの新たな音楽に触れられる喜びと、その世界観をいち早く体感できる興奮が入り混じり、SNS 上は喜びの声で溢れている。エムステ出演は、昨年12月のデビュー曲、初心ラブ、披露以来2回目。前回も大きな話題を読んだだけに、今回もナンバーアンダーライン愛旋風が巻き起こることは間違いない。彼らのパフォーマンスは、 毎回進化を遂げ、見る者を驚かせてきた。今回もきっと、新たな驚きと感動を与えてくれるに違いない。ボンのタイトル、楽曲、パフォーマンス、そしてミニアルバムの、のオー・リング、謎が謎を呼ぶナンバー・アンダーライン・アイの次なる一手。彼らはどんな世界観で私たちを魅了してくれるのか、その答えは5月17日。 金曜日のミュージックステーションで明らかになる。彼らのパフォーマンスは日本のエンターテインメント界に新たな風を吹き込むだろう。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がる。ナンバーアンダーライン愛の成功は彼らの才能と努力はもちろんのこと、ファンの熱烈な応援があってこそだ。彼らの魅力はファンとの絆によってさらに輝きを増す。 そして、その絆は SN、SNS やライブなどの場を通じて、ますます強固なものになっている。では、ナンバーアンダーライン愛とファンの絆は、なぜこれほどまでに強いのか。それは、彼らが常にファンを大切にしているからだろう。ファンとの交流を積極的に行い、感謝の気持ちを忘れない。そんな彼らの姿勢が、ファンの心を掴んで離さない。 そして、もう一つ重要な要素がある。それは、ナンバーアンダーライン愛が常に挑戦し続ける姿勢だ。彼らは決して現状に満足することなく、常に新しいことに挑戦し、進化を続けている。そんな彼らの姿に、ファンは共感し、応援したくなる。ナンバーアンダーライン愛とファンの絆は、まさに相思相愛。 彼らの活躍を願うファンの声援は彼らの背中を押しさらなる高みへと導いてくれるだろうそしてナンバーアンダーラインアイはその期待に応えるべくこれからも挑戦を続け進化し続ける5月17日金曜日のミュージックステーションはそんなナンバーアンダーラインアイの新たな出発点となる彼らのパフォーマンスが 日本中に感動と興奮を届けることを期待したい。そして彼らの今後の活躍にさらなる注目が集まることだろう。彼らの音楽は聴く者の心を揺さぶり勇気を与える。歌詞には夢や希望、愛や友情など誰もが共感できるメッセージが込められている。そしてそのメッセージは彼らの歌声とパフォーマンスによって より力強く、より鮮やかに表現される。ナンバーアンダーライン愛は単なるアイドルグループではない。彼らは音楽を通して人々に夢と希望を与え笑顔にする存在だ。彼らの存在は日本のエンターテインメント界にとってかけがえのないものとなっている。そして彼らの影響力は日本だけにとどまらない。 海外にも多くのファンが存在し、彼らの音楽は世界中で愛されている。ナンバーアンダーライン愛は日本のエンターテインメント界を代表する存在として世界に羽ばたいている。しかし、彼らの道のりは決して平坦ではなかった。デビューに至るまでには様々な困難や挫折を経験してきた。それでも彼らは諦めずに夢を追い続け、 ついにデビューという夢を叶えた。彼らの努力と苦労は、彼らの音楽にも反映されている。彼らの楽曲には、夢を追いかけることの大切さ、諦めないことの重要さ、そして仲間との絆の尊さなど、彼らの実体験に基づいたメッセージが込められている。ナンバーアンダーラインアイは、まさに現代の若者たちのロールモデルだ。彼らは、 夢を持つことの大切さ、努力することの尊さを身をもって教えてくれる。そして彼らの存在は多くの若者たちに勇気と希望を与えている。彼らの活動は音楽だけにとどまらない。彼らは様々な分野に挑戦し活躍の場を広げている。テレビドラマや映画、バラエティ番組など様々なメディアに出演し、 その才能を遺憾なく発揮している。そして彼らは社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる。チャリティーイベントに参加したり、被災地を訪問したりと、様々な形で社会に貢献している。彼らの活動は多くの人々に感動を与え、社会に良い影響を与えている。ナンバーアンダーライン愛はまさに時代の長寿だ。彼らは、 音楽、演技、社会貢献など様々な分野で活躍し多くの人々に愛されている。そして彼らはこれからも進化し続け新たな挑戦を続けていくことだろう。彼らの未来は無限の可能性に満ちている。彼らは日本のエンターテイメント界を牽引する存在としてさらなる活躍が期待されている。そして彼らはきっと その期待に依らえさらなる高みへと羽ばたいていくことだろう。ナンバーアンダーライン愛の物語はまだ始まったばかりだ。彼らの未来にどんな夢が待っているのか、私たちはその物語の続きを楽しみに見守っていきたい。